こんにちは。 PC で遊べるローグライク第2回、今回は全てのローグライクの親ローグ、その直系とも呼ばれる作品ネットハックを紹介します。この作品はもともとハックと呼ばれる作品をネットを通じて改良され生まれた作品であり、そしてハックはローグの影響を受けて作られたローグライク作品です。つまりローグからハック、そしてネットハックという系譜になります。そう聞くととても古い作品と思われるかもしれませんが、実は2015年に 3.6 にバージョンアップされ、今でもバグ修正などアップデートが続いているとても長く愛された作品でもあります。もし昔ながらのローグライク作品を遊んでみたいというのであれば、おそらくこの作品を遊ぶのが一番でしょう。このゲームの目的はローグと同じくダンジョンの最下層にあるイエンダーの魔除けと呼ばれるアミュレットを手に入れることです。そのためにプレイヤーはダンジョンを潜り続け、化け物のいる館を乗り越え、城のたくさんの兵士たちを相手にし、長く険しい地獄で悪魔たちを退けることになります。時には引き返したり脇道に沿いたりすることもあります。まずこのゲームの最初の特徴は、ゲームを起動してすぐ分かるシンプルな画面です。画面上のすべてが文字で表現されます。例えば主人公は、アットマーク、犬ならば小文字の D、 ドラゴンならば大文字の D、 道ならシャープです。ローグと比べ文字に色がついているため多少はカラフルに見えるところもありますが、それでも現代のゲームを遊んだことのある人にとっては分かりづらく、もしかして寂しく感じてしまうかもしれません。しかしこれらの文字の多くは表しているものの頭文字だったりするので、意外とイメージしやすいかもしれません。一応グラフィックのあるバージョンもありますが、個人的には文字だけの画面を体験してみるのもおすすめです。次の特徴はコマンドの入力方法。もし食べ物を食べるならば Eat の E、 防具を装備するならば Wear の W、 中断、つまりセーブしたいのであればセーブの S などやりたいことを記入力していきます。人によってはテキストエディター Vim を思い浮かべる方もいるかもしれません。方向の指定も方向キーだけでなく H、J、K、L で指定することも可能です。コンシューマーゲームにはないキーボードをフルに使ったこの操作方法は、このゲームにあるさまざまなコマンドを一発で呼び出すことができます。ここまで聞くとなんだか難しそう、つまらなそうと思った方が多いと思います。しかし現代ではさまざまなノウハウがネット上で共有されています。昔ながらの個人サイトやウィキで多くの人が詳しい説明攻略の方針を公開しています。それらを武器にぜひ一度遊んでみてはいかがでしょうか。次回はより詳しい説明とコツと言いたいのですが、実はまだ私自身はこのゲームをクリアしたことがありません。そんな私があまり長々と説明をするのもどうかと思うので、次回は別の作品エロナを紹介したいと思います。それではまた次回。この動画が気に入ればチャンネル登録、いいねをよろしくお願いします。